むくみにむくんで、こんにちは。はい、お昼の配信です。こんにちは。はい、ということでね、はい、配信を始めます。なんかすごい目にハイライトがない人なんだけど、大丈夫そう？こっちの方がいいね。こんにちは、主権さん、ありがとうございます。めちゃめちゃハイライトない人だったし、とりあえずね、あらかた準備は終わりました。荷物も、はあ、1時間くらいだから配信できるかな。ちょっとね、夜が何時になるかが全く、こんにちは。ね、お腹空いた。すごくお腹空いた。平野はお腹が空いております。さっき一応ね、アイス食べたんだけど。ね、顔むくんでるとか言いつつアイス食べたんですけど。ギフトありがとうございます。テロップ入れなきゃ。はい、お腹がちゃんとしたご飯を食べていないので、まあね、イベント中ですので、ぜひご協力お願いします。皆さん、今順位が5位ですね。全体で5位、笑いだけが1位、キノコとリスが3位となっております。全部でね、1位目指してるので、ぜひぜひご協力お願いします。こんにちは。はい、ギフトありがとうございます。今日もね、カラコン入れました。カラコンありました。なんかね、カラコン入れてるポーチがあるんですけど、その中に、あー、今日なんかカラコンなんかないかなと思って見てみたら入ってて、一つっていうか箱に入ってないやつなんだけど、そう、私が使ってるやつで、そう、多分箱まで持っていく必要ないなと思って全部私が出したんだと思うんですけど、で単体で入れたんだと思うんですけど、入ってたので、今日はね、ちょっと分かりづらいですけど、瞳は灰色です。カラコンするとね、目大きくなっていいよね。ね、いいよね。こんにちは。こんにちは。これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと、主演はもちろん君で、僕は助演で、監督でカメラマン、目の奥にあるフィルムで映す、作るでした。映画の話さ、
こんにちは。くだらないなと笑ったなら、つかみはそれでバンジーオッケー。呆れてない、呆れてないで、ちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続けよう。ごめんねと言って仲直りして、手を握って、ほらここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ。写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる。どれか一つを切り取って、サムネイルにしよう。とりあえず今のところは。皆さんありがとうございます。ね、今イベント中で、こんにちは。なんだ、笑いだけとキノコとリスのギフトを集めてます。そして、総合で200万ポイント達成か、1位かつ200万ポイント達成と、そのね、あの笑いだけとキノコとリスで1位を目指してるんで、はい、ぜひぜひご協力していただけたら嬉しいです。ちょっとね、配信短かったり、はい、ちょっといろいろ今回忙しいんですけど、バタバタっとしてるんですけど、こんにちは。決めていたのに、気づけば腕の中で寝てた。行ってくるねと手を振る僕、君は決まってかざすピースサイン。やっぱり君に分かってないみたい。おー、お仕事頑張ってね、ありがとう。もう迷わない、ここから始めよう。これは75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、そして当たり前のようにキスする、ありきたりな話さ。お、60万ポイント達成ありがとうございます。おてんばなプリンセス、男が雪見と出会った目に僕は生まれてきた。 Baby stand by me, I will stand by you。 ギフトありがとうございます。いつもは興味ないふりして、不意に仕事褒める君が好き。これなら一生頑張れそうさ、気づかれないように手を抜く。ダメな僕見つけ叱る君も好き。うん、一生君に勝つのは無理だ、憧れていたんだずっと。やっと手に入れたこの幸せ離さない、それは75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、家族になり愛を深め年を取る、ありきたりな話さ。一人は出来の悪い白髪で、もう一人は永遠のプリンセス、二人は雪
変わってもまた一緒になろう。こんにちは。なんかお昼も何しようかな。これは75億分の一人と一人が出会って恋に落ち、そして当たり前のようにキスする、ありきたりな話さ。一人は敵の悪い男で、もう一人はおてんばなプリンセス。男が雪見と出会うために僕は生まれてきた。 Baby stand by meI will stand by you, I will stand by you, yeah, I will stand by you, baby stand by me, I will stand by you, yeah, yeah, baby stand by me. こんにちは。今日ね、なんかさ、朝配信終わったら寝そうって思ってたんだけどさ、全然寝れなくてさ、お風呂入ってさ、ゲームして携帯いじって動画見ながらで、この時間だよ。もう、あ、でも準備もした、えらい準備もした、うん。道の先に、お、ギフトありがとうございます。偉いでしょ。ある、そこから見える世界はどんな景色なのかな。不安に少し足がすくむけど、耳を澄ませばほら聞こえてくるでしょう。私を励ます、その温かい声、君がいたから、そばにいてくれたから、迷わずに歩いてこれたの。振り止まない悲しみも手を取り願えば怖くない、心一つに重ね、顔を低い方だ。 BS1、 お、良いになった、ありがとうございます。こんにちは。ドンキに牛乳靴下あった？あ、私持ってるよ。ドンキのね、そういう靴下シリーズ大好き。動画、例えばどんなもの見るの？いろんなもの、なんか好きなアーティストさんの MV 見たり、平成フラミンゴさんの動画見たりしてるかな、最近 YouTube で。ですです。あとは、まあ動画って言ってもアニメ見たりドラマ見たりじゃないかな。なんか、うん、くらい。そんな、でもなんか変わった動画って言うとあれだけど、なんかそんな、うん、そんなになんかがっつりこれを見るみたいなのはないな。もう最近さ、なんかさ、すっごいね、まあ、あのこの携帯に変わってからなんだけどさ、なんか謎にスクリーンショットをめっちゃしちゃう。そう、なんかさ、やりづらい。こうやってやって切ろうとしたら こっちも押しちゃってみたいなこと結構多くて困るね。
使いづらいね。まだ慣れないね。誤操作、うん。まあ慣れないからなんだけどさ、まだ全然本当に慣れない。びっくりするくらい慣れない。私向いてないかもしれない、やっぱりホームボタンないの。すごい最近さ、アマゾンからめちゃめちゃ連絡来るんだけどさ、絶対さ偽物だよね。そう、超なんかアカウントに関してめちゃめちゃ来るんだけどさ、いい加減ちょっと諦めてくれないかな。表現ちょっとその迷惑メール送ってくる方諦めてくれないかな。めんどくさいんだけど。アマゾンめちゃめちゃ多い最近。みんなおかえり。ブロックした、あ、ブロックね、なるほど。ブロック、あれだ、なんかめんどくさいんだよね、ブロックの仕方が。そう、一時期ねめちゃめちゃブロックしてたんだけどさ、うん、なんかね他のメールも来なくなったりしたから諦めた。ギフトありがとうございます。そう、だからとりあえずさ、ちゃんとしたお知らせ来てもさ分かんないっていうね。うん、ZOZO とかからも結構来るね、毎日毎日。そう、ZOZO、ヤフー、うん、結構ほぼほぼ毎日来る。毎日送ってこなくてもいいんだよ、私そんな見ないよ。毎日は見ないよ。指定したアドレスからのメールしか届かないようにでしょ。でもそれがね、してたんですよ私も。すっごいめんどくさくって、そうそうそう、めっちゃめんどくさくって、なんかあ、この連絡先を受信拒否したらいいのか。お、え、これでいっちゃうかな。お、だ、多分大丈夫、受信拒否した。うん、そう、なんか入れてっていうのをやってたんだけど、なんかね、なんだっけな、なんかね重要なメールも来なくなっちゃって、そう、なんか設定したけどなんかあんまり来ないみたいなことが起きて、そう、なんでってなって全部あの解除して、うんってなった。まあなんか明らかに分かるからいいかと思って、そう、迷惑メールって、でとりあえず消しときゃね、いっかと思って、全部また違うアドレスから来るもん。そしたらね、またそちらももう、いや、消しとく。もう消す、頑張って消すね。ね、ほんと、なんかめんどくさいよね、なんでそんなことするんだろうって思う。ねえ。皆さんぜひぜひイベントご協力お願いします。
今総合で4位、笑いだけ1位、キノコとリスで、3位ですね。スマホ変える前はそんなかったの、いや変わんないですよ、一緒一緒、そんなもんだと思って生きてきた。迷惑メールなんてねしょっちゅう来たから、でもなめんどくさいじゃん、なんかたまになんか勢いでさ大切なやつ消しちゃう。なんかには誰か引っかかるだろうと思ってメール送ってる。でしょうね、でしょうね。いやかかっちゃう人いるよ、こんなん絶対いると思う。もう腕がぷよぷよになってきた。ここから見える世界はどんな、あと最近の悩み言っていい、私の悩み、すごいすっごいマジでどうでもいいことなんだけどさ、こうやって見て分かんない？こっちとこっちの違い。そうね、こっちはね何もしなくてもこうやってなるの、こっちなってくれないので、なアイロンでしようと思うんだけどそれもうまくなんかならなくて、そうだからどっちかをまっすぐにするか、どっちかをこうくるんとさせるかをしたいんですよ私は。そうこういう風にね今ならないんですよ。私的にはね、あのこっち、そうこっちがいいんですよ、いい感じにね私のハゲているところを隠してくれる。そうだからこれをねなんかこうねこうできたらいいんだけど、いや本当にマジで結構これね最近ね私のね腹立つポイント。どんなとこで腹立ってんのかいと思うかもしれないけど、ちょっと腹立つポイント、せめん治ってくれ。治ってくれね。そう癖もともとね癖毛なので、私テンパでした。はい、テンパだったので昔、今でもまあなんかくるくるになり方はなんかもうその時と一緒やな。いやなんかね違う、コテもねやってみたんですよ、ならんのです。まあ私のね多分使い方が悪いんだと思う、そのここのね、そうなんかさこっちでこうやるのとこっちの手の動きが全くあの左右で分かんなくて。そうだこっちはなんかできても、あのこっちだとあな手どっちに動かすんだっけ的な、なんかもうそこに関してはねもう私に問題があるんだけど、そう分かんなくて、ま、結局まっすぐにしちゃうっていう。そうなんかすごい変な方向にクロンとしちゃうから、それならまっすぐな方がいいのかな。そうギフトありがとうございます。カーラーね、ここだけどうなんだろう。お、ちゃんと頑張ってください、ありがとう。テンパ言うたね、仲間じゃないですか。いやでもね私ねもうねテンパっていうほどテンパ残ってないんで、そうだんだん治った。なんか小学校の頃とかめっちゃひどかったんですけど、まあなんか今でもねなんかその跳ねてきた時はあなんかすごいまあうん昔の名残があるなとは思うけど、なんかくるくるになり方、でも今はねそうでもないので普通です、割と。こんにちは。
昼休憩ありがとう来てくれて。そこから見える世界はどんな景色なのかな、不安に少し足がすくけど、どっか出かけるの？そう、かわいこちゃんに会ってくる。そう、連絡したの、ひかがひかがあっちから連絡が来て、あ、その流れで言っちゃおうと思って言った。そしたら、え、あおあおって言ってくれたから会ってきます。かわいこちゃんに、大好きなかわいこちゃんに。逆センスのあるはい、こんにちは。めっちゃ嬉しそうじゃん。嬉しいよそりゃ、だってさ大好きだもん、めっちゃ好き超好き、もう大好き。泣きてありがとう、本当に愛してるよ。ギフトありがとうございます。かわいこちゃん、誰でしょうか。逆センス、笑いがわかる笑いがわかる、面白いです。ここまで言ったらね、大体わかるんじゃないかな。ギフトありがとうございます。イベント頑張ってね。ありがとう、頑張ります。ギフトありがとうございます。今ね、笑いだけとキノコとリスと集めてるんで、今ので多分ね、キノコとリスのもう2位になったとは思うんですけど、はい、ギフトありがとうございます。明太ちゃんかな。さてさて、どうでしょうか。全部でね1位目指してるんで、ぜひぜひご協力いただけると嬉しいです。めっちゃ楽しみ合うのもうニヤニヤが止まんないよ。本当に本当に会いたかったの、マジで会いたくって、話したかったの、いろいろ。どう、写真とかアップしてくれたりする？わかんない、写真撮るかもわからんし、まあもしいいよってなったら会いたいな早く。でもね、顔なんかこんなむくませていきたくなかった、もっと万全な状態でいきたかった昨日食べ過ぎたの自分なのに。東京いるとさ、ついついさぐーたらして食べて食っちゃねえ食っちゃねえしちゃうからさ、多分東京いればいるほど私太りそうこれマジマジで。いればいるほど太っていく。本当に会いたい。こんにちは。実家には帰りますよ。帰ります帰ります。あの、私今別に一人暮らししてるわけじゃないんで、あの旅行にね東京来てるだけなんで、普通に帰りますよ。うん、帰ります帰ります。12時半、あ、ちょっとね時間延ばすことにしたんです。1時くらいまでできそうなので1時くらいまでします。はい、私が準備できたのとちょっと予定を変えたので
あ、多分1時になったらランキング読むかな。なんか天気荒れなければいいんだけど。お、そろそろ仕事戻る。ありがとう。忙しいのに来てくれてありがとう。今日会う彼女もめぐろワクワクしてる、してくれてるといいな。でもなんかね、行きたい、会いたいって言ってくれたから。めっちゃ雨降ってる、そーん。あはは、やだ。あ、でもこっち降ってない予報になってる、一応。まあね、降るのはもう仕方ないからね。傘持って、日傘だけど持っていこう。そこかな、どんな景色なのかな。不安に少し足が近づく。いや、この風景は決めてません。全くな、ノープラン。石川、北陸、あ、そう、なんかね、そう、私のね、何、住んでるところ、実家は、そう、なんか、降ってるっぽいくて、そう、雨マークついてると思って。なんか、あれだね、夕方っていうか、まあ、夜からちょっとやむんかな。そうなんだ、北野くん北陸やんな。確かにそうやった。なんかすごい、なんか東京にいるから東京の感覚で話しちゃった。こんにちは。いや、マジノープランや、何も決めてない。どこ行く、何食べたい、お腹空いてる、何も決めてない。ノープランすぎて本当に何するのやろうね。まあまあまあ、すごい、さ、マジさ、マジで顔むくみすぎ、やば、本当にやだ。可愛い子ちゃんに会うのに、もう、お酒、いや、わかんないわかんない、本当に何も決めてないから、飲むかもわからんし、昨日はお酒飲んでないし。そう、昨日飲んでないし、しかも聞いてください、昨日さ、だからさ、コンビニ行ってさ、ジュース買ってきてよっていう話してたじゃん。買ってこなかったんですよ。あ、もうね、姉ちゃんね、仕事行ったんですけど。はい。本当にで、帰ってきて、え、ねえ、ジュースはあったら、あ、ごめん。あ、なんか、うん、レジしてたらもう忘れてきた。そう、レジ、なんか他に用事でレジ行ってたんだけど、そう、その自分の用事終わらせたら忘れてきた言うて、おい。ねえって言って、しっかりせえ言う。頼んでる立場なのにね。まあね、ということで昨日は何も飲んでおりません。あの後だから本当にお風呂入ってすぐ寝たんですよ、マジで。そう。そうね、私が行かなかったからね。そう、それは確かに悪かったかもしれない。いや、でもさ、もうさ、あんなにさ、お腹いっぱいでさ、動きたくなくない。そう、お腹苦しいっていうレベルのお腹いっぱいで動きたくなくない。やっぱりさ、もうなんかゴロゴロして寝たいじゃん。本当に気づいたら寝てたよ、マジで。なんかさ、寝れるかなとか言ってたやん。もうね、全然本当に。そう、もうね、爆睡、お布団にも入ってないんですけど、
まあ、上お布団を枕にして寝るという、お布団を引けばいいけど、なんかもうあのそれすらもめんどくさくって、お布団をあのなんていうんですか、あの枕にして寝てたんですけど、もうねちょっとゲームして携帯触ってよし寝よう、動画つけたまま寝ちゃって、そうで朝まで目覚めなかった。日頃睡眠時間短い分ね、今寝とかなきゃっていう生存本能ですかがね、ちょっと働きに働いてるのかもしれない。ここぞとばかりに寝なければと。またね帰ったらバタバタっと忙しいので、はい、フルタイムだったりちょっとねすぐ大阪行っちゃったりっていうね、いやマジスケジュールの組み方がえぐいすごい、うん、バカっていうレベルでえぐいもう一日休みもらっとけばよかったな。そうなんかあんまりにもさ、シフトこんだけ入りたいって言ってる上でシフト穴開けちゃうのはなんか申し訳ないなと思って、私今週4週5とかで入れたら入りたいです。まあもちろんそのお昼だけとか、そうそうそうでもいいんですけどみたいな話をしてて、まあ、なるべくフルタイムやと嬉しいですねみたいな話もして、そうそうそう、でそれを言ってる手前こんだけ休みくださいっていうの言いづらくて、やっぱりでそんだけ今入れてくれてるってことは、まあ多少なりともね頼りにしてくれてるのかなっていう思いもあってさ、そうなったら本当になんか申し訳なくてだからなるべくその大阪行く日もそのお店が休みの日の一日を使って行くことにしようと思って、姉ちゃんにそれを言って、でもう次の日からバリバリ働こうと思ってっていう感じなんですよ。そうだからスケジュールの組み方がえぐい少しだけね、少しだけ、うん、もう一日だけね、あのお休みいただいてければ。明日か、違う明日じゃないや、大阪もバーンって行ってバーンって帰ってくる、バーンって行ってやることバーンってして、あ、まあ、あの旅行なんで、まあ、楽しい、止まんないです大阪一日のみ、バーンって行ってバーンって帰ります。私はね、でも大丈夫大丈夫、あのシフトがねお昼までのやつと、お昼っていうかおやつ時のまでのおやつ時までのやつとかもあるからね、はい、ですね、頑張ろう、こう乗り越えたらね、ヒロノ強いで何がまあな、ちょっと忙しくなければいいんだけどね、赤リップ？これね赤じゃないんですよ、でも実は赤っぽいけど濃いめのオレンジですね、これ。濃いめのオレンジ、赤なのかな、もはやこれは。もういいよね、この色ね、この色ね、すごくかわいい。私濃い色のリップ好きなので、うん、パキッとするから。自分で外はねしたけどできてんのかな、これ後ろもさってしてそう。いっかよくないけど、いっか、仕方ない、もう誰もいないからね、誰もしてくれる人いないから。
奥さん言ったけど卒業したからすべて自分でやらなきゃ。でもプライベートは別にヘアメイクさんにしてもらうわけじゃないので変わんないですよそんな。うん、私だって今別ステージ立つわけじゃないし、そうプライベートはこんなもんです。そうもともとね下手くそなんです。でお話し会とかもヘアメイク自分でやってたし、うん、そうだからねそんな変わんないんですよ。私がねただ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 下手くそなっただけでそう髪の毛いじるのはね相変わらずね下手くそだよねっていうね。最近やっとねハーフアップというかハーフお団子とかさできるようになって、なんかちょっとねそれに調子乗ってなんかちょっといい感じの髪の髪とかできないかなと思って。なんだけどねなんか私さ寝癖なんか表面は大丈夫なんだけど中の方の寝癖がすごくて、もうなんかねうねうねしてんのよ中が。そうってなるとほんとそこだけ治んなくっていつも、そうもう諦める。だからそのお仕事の時はヘアメイクさん全部それも直してくれるんですよ。超綺麗にまっすぐにしてくれる私のあのうねりにうねった髪の毛たちを。そうプライベートではね自分なのでもう治んないし治し方わからんし、うん、本当に。電波の名残かね。ギフトありがとうございます。3位まで 127,085 ポイントだそうです。さっきよりね縮まったよね。皆さんありがとうございます。今4位って出てるの人配信してんだ。どんな景色なのかな、不安に少し足がつくけど、こんにちは。なんか一瞬にしてさ顔シュッてなる方法ないかな。あれかな、ちょっとお高いリンパケア行くとかね、お高いリンパケア行ったら一瞬でなんかリフトアップしそうじゃない。シュッ、むくみ取ってくれそう。全部痛そうだけど、痛くとないそういうの。ギフトありがとうございます。今日帰ってきてからまたお茶漬け食べてそうなんかさわかんないけどさお茶漬け食べたい欲がすごいんだけど、四六時中食べたいんだけど、マジでやばい本当に。
茶漬けが食べたすぎる。なんでこんな私はお茶漬け食べたいんでしょうか。お茶漬けとあともんじゃ焼き、お酒飲んだ人みたい。飲んでないよ。朝言ったむくみの、あ、むくみパックンね、あのお薬みたいなやつ、あれどうなの分からんけど、そう、酔っ払ってないです。こんにちは。何茶漬け、あ、なんかこだわりはない。あ、でも鮭やと嬉しい。鮭とかサーモン、四六時中はまあ、基本的に私生のお魚のやつを頼むので。いや、カメみたいな、あ、それで、ね、多分私の言ってるやつじゃないの。そう、むくみパックンっていうなんかお薬状の、そうパックじゃないんです、そうパックンなんです。そう、むくみパックンで調べてみて。そう、これはあのお薬なんです。お薬みたいなやつ、錠剤。ね、まあ、パックは怖いな。むくみ取るパックは。そう、むくみパックンっていうやつな。なんかね、たまに見てるインスタグラム、インスタグラマーさんとかが、まあなんか何人かね飲んでる人がいて、実際な効果がどこまであるんかは分からんけど、そうで、なんか口コミとかもね、まあなんかすごいめっちゃいいとかではないけど、悪い、めっちゃ悪いわけでもないんよ。なんかまあ普通くらいの中間くらいにいるんですよ。どうなんだろうと思って。むくみのローラーとかは使わないの？使わないわけじゃないけど、あんまり、そうね、どっちかって言ったら私汗流してむくみ取る人なんで、怖いからやめよう。やったことないから大丈夫、安心してしかもね、あの怖いって言うけど大丈夫だよ、使ってる人いるから、それは本当に安心してください。あんまり、危ないものだったら確かに 今頃多分販売中止になってる。まあでもそれで綺麗にむくみが取れたらいいけど、多分そういうわけでもないし絶対。僕むくんでるのか太ってるのか分かんない。あ、でもね、太る人、あの何で太ってるかとかでも結構あるらしくて、だからむくみで太っちゃってる人とか、筋肉で太っちゃってる人とか、まああの、まあ、脂肪ですね、そう太ってる、なんか結構3種類大体分かれてるらしくて、そうだからね、むくんでるか太ってるか分からない。そう、だからむくみはだからちょっとね、あの太るというか、あの放置しちゃうと、まあ、そのままね脂肪としてついちゃうので、脂肪とかなんかそのままついちゃうので、そうそうそう、もしね、なんか、うん、それぞれあるらしいので、自分に合う方法。私なんだろうね、別に筋肉では太ってないと思うし、まあ、むくみと脂肪はでもあるな。食べ過ぎてね、むくんでそのまま放置しちゃう。もう何もしたくないもう私は何もしたくないんだっていう風になるから。
そこから見る世界はどんな景色なのかな。でもね、そういうのね、あの対処が早いと、そう、あの戻りな早いんで。ステージの前とかむくみに気をつけたもんだもん。多少は。でもなんか正直なんか前日から食べ物気にしてとかはしなかった。私もともとだっていつも気にしてるタイプだから、そう、その日だけ気にするとかではなかったので、あんまりだから変わんない、普段とはそんな変わんない。ご飯食べるとなんかポッコリし、あ、私ね、めっちゃご飯ね食べるとねポッコリ出る人、ポッコリってか胃が出る、お腹じゃない、胃が出る、そう、胃がめちゃめちゃ出る。だからね、私もともとちょっとあばら出てる人なんですけど、なんかあばらよりなんか胃がちょっと出てるみたいな、でなんかこうちょっとお腹の方にまだ食べ物来てないから、なんかすごい斜めなカーブみたいなそうなる。胃がめちゃめちゃ大きくなります。なんか大きくなるっていうか膨らみますし、すごいね、苦しくなるから嫌なんです。これがね、あの胃もたれとね胸焼けの原因ですよ、私の。あれ、ひか串どこやったっけな、串と思ったんだ。あ、あったあった。お腹出る一緒の時、私も食べてましたよね、すごく偉いですよ。あれじゃない、さゆりなんかもともとさ、食べるとお腹出る体質だったりとかするからとかではなく、私はね、まあそういう体質だったけど、あんまりお腹すいたら食べたいなんか途中から諦めが勝つ、そんな変わんないかと思って、そう、衣装が着れなくなるわけじゃないし、食べても食べなくてもお腹の脂肪がねちょっと乗っちゃうのはあんまり変わんないから途中からね、ちょっといいや食べちゃおう、ちょっと食べようって。少しだけ、ね、そういう時はお腹にご飯入れて、こんにちは。13時になったらランキングいきますね。夜はねちょっと時間が分かんないので、ちょっとできるかも、まだあの多分できるとは思うんですよ、できるとは思うんですけど、はい、絶対この時間にこの日にできますみたいな感じではないので、そう、おーい、はい、これから会う彼女写真撮るの上手だから、あら、分かっちゃった、ひかちゃん、全身はちょっと撮らないかもしれない、ちょっと分かんない、できる人として分かんない、その遅くなるかも分かんない、でも言うて会うのそんなもう割とすぐなので、本当にあの相手のね予定も知らないので、あのその後の多分なさそうだったけど、聞いた感じ、
そうで明日の予定とかもあるじゃん。明日ちょっと早いから早めに帰りたいとか、そう分かんないし、そういうのも、すごく全部不明です。なんか分かり次第ね連絡しますね。もう一人しか思い浮かばない。しょうね。しょうね。わかるよ。絶対わかる。絶対わかる。フィルムカメラ。さてどうでしょう。フィルムカメラなんか微妙だしな。うん、一人です。一人。ちょっと待ってて。私もありがとう。フィルムカメラで思い出したよ。私もカメラ持ってかなきゃと思ったよね。行かなきゃなんだけど、いるかなこれ。なんか持ってくのが大変なんだよねこれ。カバンちっちゃいので行くから、ここにかけとけばいいか。あ、なんかやばいやばい、やばめやばめ。三択。さてどうでしょう。いろんな選択肢があると思います皆さんの中で。私の大好きで可愛い子ちゃんでギャグセンスがあって、いやなんか人によってはね、いろんな選択肢が出ると思いますよ。本当に分かんないよ。さて正解発表はするのかは分かりませんが、するのかは分かりませんが、いずれにせよいずれわかるさ。そうですね、かも。SNS などうだろうな。お、13時。はい、ということでね、ランキングいきたいと思います。13位、662ppm、 32位グサクムシさん、11位ナナタさん、 GW 流星さん、9位ゴンタロウさん、8位幻さん、7位カボちゃん、6位ユーボーさん、5位鉄道ナイトさん、4位アイスカフェさん、3位ケンケンケンさん、2位ガシベルさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ガシベルさん、アイスカフェさん、北野くん、ユータさん、鉄道ナイトさん、ケンケンケンさん、ダブル流星さん、アイスカフェさん、ナナタさん、ユーボーさん、ユータさん、ガシベルさんです。ありがとうございます。はい、皆さんね、イベントにご協力ありがとうございます。本日ね、夜も配信する、今のところは配信できる予定できっといるので、はい、ちょっとまあ分かんないんですけど、一応ね多分できるんじゃないかなっていう気持ちでいるんで、はい、そうしましたら配信しますので、ぜひ見に来ていただければと思います。はい、ね、休憩時間で、貴重なね、大事な大事な休憩時間に見に来てくださってありがとうございます。皆さんもね、午後からも体調気をつけていってらっしゃい。それでは私も行ってきます。かわいこちゃんに会ってきます。ありがとう、またねん。ありがとう。みんなも気をつけてお仕事行くんだよ。